はい、やったんででございます。はい、本日はですね、こちらの天丼とカレーのお店めぐるさんでね、大盛り3キロですよ。こちらを頼みましたね。あー、これがさ、すげえ量なんですわ。なんかさ、普通にねカレーと天丼を食べに来るつもりだったんですけど、あ、パンちゃんもね、これおつまみを珍しく頼むっていうね、なかなか珍しいよね。普通にカレーとね天丼を食べる動画を撮りに来たつもりなんですけど、なんとね、隣でさ、武士飯さんがさ、すげえ量の天丼とカレーを食べてたわけですわ。その武士さんのね、作ってる工程を見てたらさ、こっちとらさ、分量が麻痺するわけですよ。作る分量、なんだろう、量的にはさ、あれ、こんなもんならいけんじゃねえとかってアホだから思っちゃうわけ。だからさ、武士飯さんの見た後だから、これぐらいいけるかと思って作ってもらってさ、まあ、こんな感じで作ってくださいっつってお願いしたんですけど、まあやべえよ、びっくりしたよこれ。本当に、まあ、いつもラーメンショップとかでもね、大食いする時に使うこの器ね、使わせてもらったんですけども、まあそこが深いからさ、なかなかの量なんですわこれが。やべえの。あ、はい、出ました。でもね、味はめちゃくちゃうまい、めちゃくちゃうまいですよ。まあ内容としては、あ、サムネ撮ってる、このサムネ使わないけどね、なんでやねん。2人でサムネ撮ってる。まあ内容としてはですね、ご飯がほぼほぼ 1.5 キロぐらいで、めぐる丼っていうのが2200円であるんですけども、そのめぐる丼の乗ってるトッピングに別トッピングで、アパンちゃんもいただきます、アナゴを3本とエビを3匹かな、追加しましたね。でカレーのルーはそれが消えるぐらい持ってくださいよっていう感じでやったら、なんかなんだかんだ計算したら3キロになっちゃった。やばいね。あ、パンちゃんはね、天丼ではなくて天ぷらをね、天つゆで食べるという感じで、はい、ちょっとね今回はね、おとなしにしてるのでナレーションになるんですけども、まあ言うてね、あと15分も近くあるので、ナレーションずっとしてらんないから途中でいなくなりますけど、お、パンちゃんのグッドが出ましたよ。このアナゴがさ、でかくてうめえの、カリカリで、あと七味出ました。あとさ、ちょっとまだ風邪ひいてて、スノーボード行った後に風邪ひいちゃってさ、まだ喉が治ってないからちょっとカスカスなんですけども、ちょっと申し訳ないね、こんな感じだけど許して。あー、すごいよね。はい、グビリンチョしておりますわ。今回パンちゃんね、なんだろう、好きやねんみたいな焼酎をね、自分で4リッターかな、持ってて、自分でねジャスミンで割るっていう、自分で継ぐスタイルをかましております、ね、なんでやねん。まあカレーはね、まあスパイシーなんですけども、辛いの苦手なアボちゃんでも食べれるぐらいな感じです。これなんだろうね、これなんだろうね、全然中身わかんないけど、え、なんか今喋ったな、マグロ、なんでやねん、なんか喋ったな、聞き取れなかったな、なんか今日なぜかクリスマスカラーだね、パンちゃんが。あっと、上着を脱いだ、本領発揮です。アボちゃんとうとう本領発揮でございます。いいね、こうやってさ、お酒飲みながら天ぷらつまんで頼むのもいいよね。まあなんて言ったって、武士飯さんの動画見てもらえれば分かりますけど、フライヤーがね 40% らしいよ、 40% カットだって、カロリー。なんか詳しくは武士飯さん見てね。俺全然聞いてなかったから、なんでやねん。これなんだ、
さつまいもか、天ぷらサクサクでさ、あと唐揚げも5個つけてもらったんだ。唐揚げもさ、すげえうめえの。唐揚げマジ頼んでほしいわ。唐揚げカレーとかあんじゃないかな。まあでもやっぱりね、その国道1号線の戸塚の警察署の近くにこの目黒丼あるんですけども、やっぱりちょっとね、駅からは歩いてくると距離もありますし、ちょっとね、飲みたいからといってフラッと行けるような場所じゃないので、誰かの運転だったらね、天ぷら食べながらお酒を飲みたいなという感じでもございましたけど、まあこれ水がうめえ、水がうめえんだなあ。カレーはやっぱ水ですよ。あ、かぼちゃ、かぼちゃの天ぷらうまいよな。いいんだ、これで、これでいいんだよ。かぼちゃの天ぷら甘くてさ、はい、こっちの食べてる方はね、カレーがかかってないから、天丼のおつゆがねかかってるんで、出た、好きやね、自分で継ぐスタイル。あ、まあまあ抑えてますね、普通ぐらいだね。まあ量はパンちゃん飲むからね、濃くしちゃうとダメだから、ちょっと薄めで作ってる感じですね。作戦会議かな。でもね、ちょっと穴子がさ、カレーでシタシタになってきちゃってさ、あのカレーと穴子ってなかなか合わないのね、相性悪くてやべえ、なんか喋っていくうちにどんどん声が出なくなってきてる。やべえの、これ大丈夫か。ああ、もっとかな、ちょっと黙ります。多分ぶしめしさんは10キロぐらい食べてんだよね、すげえ量だったもん。ああ、結局喋っちゃうわ、すごかったね。もうあの最初の方ね、あの丼作ってる動画撮影してありますけど、あれ全部ぶしめさんのぶしめさんの作ってるの全部パクった。なんでやねん。唐揚げうめえんだこれ。唐揚げ？唐揚げか。うん。もうパンちゃんはね、もう帰り僕が運転なので、もうね、明日が来ない飲み方をかまそうとして、途中からめっちゃ酔っ払い始めますね。あ、こちら来ました、イケメンディレクター登場でございます。小川さんかっこいいよね。いや、仕事できる男って感じですわ。もうまさかの3人で映るってね、映してよかったのかな。怒んないでね、小川さん、ごめんなさいね。隣では着々と食べておりますよ。ね、なんかそれを見る限り、すげえ減り方が半端ないの、武士さん。めちゃくちゃ早い、食べるの。マジかと思っちゃった。やっぱ俺、咀嚼が多いんだよね。やっぱ咀嚼が多いとダメだよね。2回噛んで飲み込むことを、今年はね、目標にしたいと思います。エビ天がでけえ。もう普通に味わいたいわ。もうやっぱさ、大食いしてるとさ、味わえないのよね。特に後半なんてさ、やっぱり別に大食いでもないのに頑張って大食いしてるから、きつくてさ、あのきついって言ったらちょっと食べ物に申し訳ないんだけどね、あのやっぱりちょっとね、集中、食べ物の味に集中することができなくてね、うん、本当に撮影なしで普通の量を食べたいなと思う今日この頃でございますね。あ、そんな感じですよなあ。やっと半分ですかね。このくらいはまだね、そんなに、まあお腹いっぱいになってきたなぐらい。でもやばい、食べきれない可能性があるとまではね来てないですわ。まだ、まあなんとかいけそうだなぐらい。もう結構減ったね、こうやって見ると結構減ったね。ああ、いってんな。いやいやいや、なんか天丼じゃなくて、あの天ぷらの時はね、
他にも天つゆ以外に柚子天つゆみたいのがあって、まあ、それもちょっと食べつけて食べてみたかったけど、そんな余裕なかったね。残念だが次行った時やろうかな。後ろの換気扇がスピードが速すぎてゆっくりに見えるね。すげえな、相当回ってるんだな換気扇。ここのところ動画の投稿頻度が減ってますけども、ちょっとね最近いろいろ仕事が忙しくて、本業の方が忙しくてですね、まあ、動画のストックはいっぱいあるんですけども、なかなかね動画を編集する時間が作れないっていう状況が続いておりまして、まあそのこともねおいおい動画でアップしていきたいとは思うんですけども、ちょっと今正念場かなという感じですかね。アブちゃん頑張っております。それはやっぱね忙しい時ってやっぱ免疫が落ちるのね。だからやっぱ風邪もひきますよね。がんにさ、話変わるけどさ、がんって何でなりやすいかっていうと、低体温低酸素なんだって。だから体温、内臓の体温が低かったりとか、まあ元々のね基礎代謝体温が低かったりとか、あとさストレス抱えてる人ってさ呼吸が浅いじゃん。呼吸が浅かったりさ、なんつうんだろう、たまに息止まってることもあるでしょ。息詰まるっていうの、まさに。そうするとさ、やっぱ脳とかさ体に酸素が入ってかないからさ、その酸素が足りないせいでやっぱりねがんの進行を早めちゃうんだよね。だからもう体温もそう、体温が低いと免疫が弱ってるから、がん細胞、まあ、もちろん常にがん細胞は作られてるんだけど、それを倒す免疫がね弱くなっちゃう、ね、だからやっぱ 0.5 度でも1度でも体温が高い方がねやっぱり体にはいいわけで、まあ生姜のね、生姜と蜂蜜のあったかいのを飲んでね、内臓体温を上げましょうみたいなこと言うけど、ほんとそうだよね。やっぱりね仕事が忙しくてもうストレスが溜まってる時って、やっぱりね気づくと息してない息してないというか、息がね浅くなってる。だからさ本当になんだろう、森と、なんつうの、緑とかさ、その箱根の方とか伊豆の方とか、あとはもしくは海の方行ってさ、わーって深呼吸して気持ちいいじゃない。ああいうとこでさ、なんかマイナスイオン浴びてるみたいな感じ、滝とか見てさ呼吸が深くなるっていう、あれってやっぱ体にいいんだね。やっぱり体にいいんだね。そうだからさ、本当に今は忙しくてストレス抱えてたりするけど、発散ができなくてもね、低体温低酸素にはならないようにしないといけないなと思いますよね。ああ全然めぐるさんと話関係ないですが、そう思ってる今日この頃でございますよ。やっぱり息抜きって必要ね。あ、かぼちゃうまいね。かぼちゃうまいよね。この後ろのなんか壁が金色っていうのが素敵よね。すごくいい感じ。もう声カスカスやないかい。酒明けしてるカスカス姉さんみたいになっとるやないかい。ちょっと休憩なんか最近ショート動画が多いね。やっぱりちょっと TikTok の方にもねショートの動画をいっぱい上げていきたいなと思った時にね、やっぱりこうやって YouTube サイズだとね上げにくい、まあ上げられるんですけど、なんか見ると狭くなっちゃうからさ、 TikTok に上げるとちっちゃくなっちゃうから画面が。だからちょっと縦でねもう一回食べに行ったことあるようなところとか、まあちょっと動画を撮る時間が持てないなって時はショート動画を一
してますね。あと気づいたら後ろに武士がいた。お母さんと武士がいた。全然気づかなかった。そうなんです。ここはね、あの勝手にこれから勝手に武士をね、抜いていこうかと思います。武士ファンにはたまりませんよね。遠くで動画外のリアルタイムの武士が見れてるっていう、この横顔スタイル、パンダと青と赤のパンダ2人いるっていうね、すごいじゃないですか。おっと、ここでうわー、アボちゃんね、きついね。この辺もう、俺はエビに合いそうじゃろ。突然しゃべった。ちょっと酔っ払ってきてるんだ。編集ミス突然しゃべったけど、めっちゃいい音。うん、幸せじゃん。酔っ払いやないかい。珍しいですね、酒が進みそうだな。進んでおる。なんでここだけ動画の音声が流れたの。俺こんなことしてないけど。怖えな、パンちゃん。またえ、やりました。これはただの編集ミスだぜ。だけどアフレコ入れちゃってるから、もう消すのめんどくさいから、そのままでいこうかな。なんとここでこんなミスが出るなんて、やっちまったな。疲れてんな俺。めぐるさんの輪っかのマークが全部俺の顔にかかっちゃってる。ひどいもんだなこれ。こんなんでいいのか。やる気がないんじゃないのか。常に自問自答しております。これでいいのかなって。顔にめぐるさんがかぶっちゃってるから、めぐるさんのロゴマークちょっとずらせばいいんじゃないかなとか思っちゃったり、なんかしちゃったりしてる。今日この頃避けてみたりとかね、めちゃくちゃ映るっていう。はあ、びっくりした。ここでは音が出ないのね。謎だね。めっちゃ笑顔やん、パンちゃん。人の苦しいとこを見て喜んでんだね。嫌な男だね、こいつは。ああ、嫌な男だよなあ。あ、でも応援してるわ。応援してくれてるわ。ああ、応援してくれてるわ。これは頑張んないとな。ああ、頑張んないとダメだ、こりゃ。いや、こんなんでさ、苦しいとか、辛い顔してご飯食べてるようじゃダメよね。甘えばよね。ね。やっぱり美味しいもの食べてるときは笑顔で食べたいもんですね。今年はそれを意識しようかな。大食いして辛い顔するんじゃなくて、小食いして笑顔で終われるようにしようかな。それとも大食いしても笑顔を貫く。ここではちょっと確約はできないけど、できれば大食いしながら笑顔で終えるのが一番いいよね。分かってるよ、そんなのよ。大丈夫だ。応援してくれてる、応援してくれてる。頑張んなきゃ。ファイト、アボファイト。喉もカラカラで、俺も水飲みてえや。なあ、わあ、こうやって見るとエビってうまそうだな。普通に食いてえや。なあ、まあそんなこんなでこっからはね、もう動作が少ないので早送りで行きたいと思いますね。もう外も真っ暗ですわね。暗くなってきちゃったな。いや、水分だったらいくらでもいけちゃうな。そうな、いいよな。はい、頑張って。あとちょっと、あとちょっと。
小川さん見に来た。頑張ってるよ。頑張ってるよ俺。あとちょっとだよ。はい。来たか？真っ暗だ外は。どんだけ時間かけとんねん。編集してるからあれだけど相当時間かけてます。うん。はい、そして飲んで。なんと？はい、会食！ありがたや。はい、食べ終わりました。最後までご視聴ありがとうございます。やっと食べれたよ、全部。まぶちゃん頑張ったよ。ちょっとお見苦しい点ありましたが、お許しくださいね。あ、というわけで、また次の動画でお会いしましょう。ごちそうさまでした。じゃあね、バイバイ、またね。